福岡のギャラリーのロペコです。ハンドメイド作品をご紹介していきます。こちらイヤリングが3点です。レジンの作品です。中にシェルのフレーク、シェルチップが閉じ込めてあります。1点ずつご紹介します。2点は通常のネジバネ式タイプの金具です。このような感じの形状の金具のイヤリングです。54番、中央のパープルの石はキャンディークォーツです。角度を変えます。そしてモチーフ後ろから撮影します。53番、大粒のパールビーズと合わせたデザインです。モチーフの部分後ろから撮影しますが、こちらもキラキラしています。55番はノンホールピアスと呼ばれる金具を使っている、こちらもイヤリングです。耳にセットした時にピアスのように見えます。耳たぶに挟むんですが、 U の字になっている金具はキューッと曲げて小さくしていただいて、調節をしていただいて大丈夫だそうです。こんな感じです。モチーフの部分アップで撮影します。そしてレジンモチーフの部分後ろからです。金具の先端にもラインストーンがキラリと光ります。作品の詳細ページを動画の中からリンクしていますので、ご覧になってみてください。